おはようございます。ザリガニ親父が今日も江戸川バンクに現れました。今日は6月は17日木曜日、バイリンガル YouTuber 高野のコミュニケーションのアワーです。毎回ですね、コミュニケーション上の重要なポイントを皆様に一つお届けしてますが、 YouTuber とですね、作家がですね、合体すると非常に面白い時代にあったですね、ことができるというお話をしたいと思います。私は今までにですね、このような本をですね、ちょっと分厚い本です。77冊世の中に送り出してきました。77冊。思考人間。リスを取ってみる。ズーム主催者。ズーム主催者のマニュアルですね。最近の本ですね。これはですね、私たちの SDG17 の目標、個人目標、こういった本をですね、77冊世の中に送り込んできましたが、1冊ですね、この分厚い紙の本ですから1200円から1600円するんですよね。紙の本はですね、これは今の若者とかですね、学生さんにとったらとても金額的に負担が多い。そこでですね、私は過去に出した本ですね、77冊片っ端ですね、今でも通用するいい本はですね、 Kindle の自主出版します。 Kindle のですね、電子で出そうと思ってます。今もうじき、これもうじき出ます。武士道先生ですね、こういった本ですね、 Kindle の電子で出します。富岡君の冒険、これは親子で読む絵本です。会議室の問題児をどのように裁くか、会議の魔術師、これもですね、半分絵本ですね。このような本をすべてですね、 Kindle で自主出版していきます。Kindle で電子本として自主出版するには相当その技術を学ぶために苦労しました。今月は本当にそれに集中しました。ほぼですね、 Kindle 電子出版の出し方をマスターしましたので、これからですね、この77冊の本の現代も通用するですね、いい本を電子本にして、すべてですね、一律300円。300円なら若者も学生さんも手が届くと思います。 Kindle で読んでいただければですね、全く紙の本で読むのと同じですから。ましてやですね、スマートフォン、 iPad、 パソコンで読めます。電車とかですね、通勤途上で読めますので、どうぞ皆様ご利用ください。一律300円です。今日もお聞きいただいてありがとうございました。